こんにちは。こんにちは。中京メガネです。中京メガネです。さあ、今回、ダゾーンの J リーグ推進委員会企画、月間 MMW 表彰です。はい、前回、北条さん、MMW が何の略か、いや、知ってますよ、みたいなこと言ってましたけど、実は覚えてなかったという。いや、覚えてますよ。メガネーズが最もワクワクした。おお、ついに覚えた。ついに覚えた。ようやく。では、早速。バタヤン、発表お願いします。アビスパ福岡に、決めさせていただきました。はい、まあ、5月はですね、まあ、4月から、まあ、数えて6連勝もあったりしながら、5月は4勝1分け1敗、はい、まあ、素晴らしい成績で、まあ、成績もそうなんですけど、はい、アビスパ福岡っていうサッカーがこういうものだっていうことが、うん、まあ、長谷部監督のもと、はい、しっかりと表現されていましたので、はい、まあ、その辺を含め、うん、アビスパ福岡に決定したいと思います。はい、ということで、今回はアビスパ福岡を代表して、前博之選手に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。すいません、練習後だというふうには聞いていますが、はい、大丈夫ですか、この後の予定等いやいや大丈夫です。体のケアとか大丈夫ですか。今日ふわけなんですけど、結構激しく、そんな激しいトレーニングの後にすいません。はい、我々一応メガネーズ、週休メガネーズと言いまして、なんか知ってたり、なんだこれっていう感じで、いや、いつも見てます。マジですか。本当にマニアックな点からのいろいろなお話、興味深く聞かせてもらってます。あ、それは嬉しいですね。恐縮です。まあ、5月の成績が、まあ、4勝1分け1敗、まあ、4月から数えて6連勝なんかもありましたけども、はい、まあ、キャプテンとしてチームの成績、うん、どうですか。いや、そうですね、4月後半から5月にかけては勝ち星重ねて順位も上げることできましたし、うん、まあ、それまでの結果からこう上り調子でチームの結果がついてきてるのは、あの、すごく嬉しいですね。なんかこう気にしたりすることってあるんですか、キャプテンとして。なんかこのチームはとか、まあ、いろんなことが多分あると思うんですけど、うん、やっぱり、まあ、下馬評は低いところからのスタートで、その反骨心っていうのはみんな持ってやってて、まあ、開幕からあんまりうまくいってない時間もあったんですけど、うん、まあ、そこから自信ついてきて、今本当にやりたいことが少しずつできる時間、できる回数っていうのは増えてきてるのは感じますね。そのね、最初の頃、その J1 のその強度というか、そういうのにこう慣れるまで少し時間がかかったっていうような、それが前選手が広島戦あたりからですかね、なんかその、うん、だんだん慣れてきたっていうような話されてましたけど、そういうなんか手応えみたいなのっていうのは、どのあたりから掴んだ感じですか。まあ、僕の感覚で言うと、あの、最初の開幕戦で名古屋と当たったんですけど、はいはい。うん。まあ、そこでコテンパンにやられたのが、うん、やっぱりこう気持ちのリセットになったというか、あ、そこから僕の気持ちとしては、まあ、やんなきゃいけない、やらないとやられる、落ちる、なんかそういうものがはっきりと芽生えて、変わることできたんじゃないのかなと思います。ああ、なるほどね。でも得点的には 1,2、うん、じゃない。でもやっぱり内容的にこうコテンパンにやられたって、そんな印象になっちゃって、印象っていうか、そういう感じだったの、うん、そうですね。あんま結果としてのスコアじゃなくて、その内容が、うん、あまりにもというか、こうやりたいことが全くできなかったっていうような印象だったので。下馬評がちょっと低かったっていう、その理由って去年の主力がやっぱ抜けちゃってて、でアビスパ今年大丈夫なのかなみたいな見られ方をしていたせいっていう部分があるのかなと思うんだけど、まあ、もちろんメンバー大きく変わって、新加入選手も多く、また外国籍選手も多いので、うん、キャンプからうまくこうサッカーを確立できてない感覚はありながらの開幕だったので、うん、なるほど、そこはやっぱり難しかったことの一つですね。まあ、シゲさんのサッカーで言えば、こう、全員の連動性を求めるので、うんうん、そこをはっきりと、まあ、各々選手が各ポジションで分かるまでに、結構時間がかかった印象です。特に守備のオーガナイズとかの部分は、やっぱ連動がね、去年すごく高いレベルでね、みんな連動してたもんね。はい、
はい、そうですね。でちょっと前選手にぜひ聞きたかったのは、やっぱあのね、何度も聞かれてると思うんですけど、はい、あの広島戦のね、あの月間ベストゴール選ばれた。スーパーボレー。あれは素晴らしかったなと思って。左足スーパーボレーですね。うん、ありがとうございます。いや試合後のね、あのインタビューでもいろいろね、おっしゃってましたけど、サロモンソン選手がクロス上がった時点で、多分こうポジションをうまく取って、ボールがこぼれてくるあたり、この辺だっていう、もう読んでいたって話をね、されてましたけど、あれはトレーニングとかでも、ああいうなんか形みたいなの結構あったんですか、そういう。いやー、あんまり、うん、まあ、あの浮き玉をボレーシュートする練習ってあんまりやらないと思うんですよ。うん、そうだよね。そうですね。そりゃそうですよね。あの、ペナワーク外からのシュート練習はよくしてるので、うん、あの場面では本当に落ち着いた、気持ちで、うん、足を振り抜くことができましたね。やっぱこぼれ球を予測して拾うみたいな部分って前選手のすごい特徴というかストロングの部分なのかなと思うけど、そういう部分はあのシーンも出てたのかなと思うんですけど、あの大事にしてますね、やっぱりどこにこぼれるかっていうところは。自分的にはこう得点をもっと取っていきたいっていうふうに思ってる気持ちはありますね。ただこうバランサーっていう役割の方が僕としては一番だと思ってるので、どのタイミングで上がるかっていうところは考えてるつもりです。考えてるよね。つもりじゃなくていいでしょ。つもりではないでしょ。いや、でもね、上がるタイミングとか絶妙なんですよ、でも、うん、本当に。ここっていうタイミング見つけるの上手ですよね。あれってなんかコツがあるんですか？まあ、基本的に相方で組むボランチの選手が攻撃的な選手多いので、うんうん、その選手に任せながらっていうところはあるんですけど、こう崩しきれない場面であったりとか、前に人数かけたいっていう時は、結構自信持っていきますね。あの北条さんは前ひろゆきウォッチャーですのでいやだってね、水戸の時から本当にいい選手だなと思って J1 みんな取らねえのかなって思ってたぐらいで、うん、それで長谷部監督がね、あの福岡行って、で、Y 選手が、あれは特別、長谷部監督から口説かれたってわけじゃないんですかね。あそこちょっと聞いてみたいですね。そこはちょっと。まあ、話せる範囲で。話せる範囲で、頼むから来てくれみたいな、そういう話だったのか、ちょっと気になるなっていうか。そうだよね。俺行くんだけど、お前どうみたいなね。そうですね。まあ、長谷部さんが福岡決まって、で僕もあの代理人の方から福岡から話あるっていうのを聞いて、うんうん、まあ監督強化部と直接面談するような形で、うん、まあ来てほしいっていうようなことを伝えられて、ああ、うん、まあそうだよね、それは行くよね。まあそうですね、長谷部監督ってこうなんか周りから見てるこう紳士で、うん、ね、僕はずっと、まあ、昔から知ってるので、うん、結構トレーニングの時にね、こうシャツを短パンの中に入れるその礼儀正しさとかね、そういうことをずっと行くたびに僕は言ってるわけです彼にね。で彼の方からも、お高橋さんってなった時にわざわざこう、うん、入ってますよってわざわざ見せてくれるような感じなんですけど、トレーニングの時に声かけとかがすごく丁寧に選手たちに接するじゃない。さあ行きましょうとか、これやりましょう、いいですよみたいな感じで言うじゃない。あれってこう僕からするとなんか距離を感じたりするのかなってちょっと思ったりしてたのね。はい、なんかもっとフランクに言ってくれた方がいいのかなとかまあ多分いろんなこうね捉え方があるとは思うんだけど、うん、その辺はもうずっと一貫して変わらずああいう感じなの？そうですね、水戸の時からずっとやってますけど、うん、一貫してその感じですね。あとはこう否定的なことを言わないっていうのが特徴的だと思います。もう常にこうポジティブなこうことを声かけしてくれたりとかっていう感じ。はい、あれじゃダメっていうような言い方は基本的にはなくて、あれも正解だし、こっちの方法もあるし、こっちも正解だよねっていうような言われ方はよくされると思います。じゃああんま怒られないんですか？あんまり基本的には、はい、なるほど。ただこう、うんうん、試合で前半内容があまりにも悪いと、うん、伝えるときはあります。あ、そういう喝を入れるようなときもある。はい、あります。そういうときは結構きつくなったりするの、言葉とか。そうですね、きつくなる。ああ、
でも普段そういうなんか丁寧だからガツンって言われた時の効果はなんか大きいのかなって気がするけど。いやでかいですね。ああそうっすよね、はい、そうだよね。普段優しい人がすげえ怒ってたらやべえ本当にマジでドキってなるもん ね怒らしちゃったみたいな。選手たちにもそういう感じだけどさ、多分コーチたちにもそんな感じなんだよね、なんか接し方見てると。 あと試合終わった後の例えばセットプレーで点がたくさん取れるとか、武器はセットプレーですよねとか言ったりしてる時も、なんかうちのコーチたちはいいアイデアを提案してくれてるのでそれを任せたらっていうようなことを言うよね。言ってますね、試合後言ってますもん ね、それ言ってました、うん、だからこうチーム全体にそういう空気感があるんだろうね、なんか、うん、それぞれにみんなリスペクトしながら多分長谷部監督はやってるのかなっていう。だからキャプテンとしてもそういう雰囲気を大事にするっていうのはもちろんあるよね。ありますね、まあ、常々こう一体感っていう言葉ずっと言ってこられてるんで、うん、もしげさん自身がその一体感を作るためのその言葉のチョイスであったりっていうのはしてると思います。うん、去年は先行して先に先制して勝つって試合すごく多かったですけど、今年はもちろんそういう試合もありつつ、先に失点した試合で追いつく、あるいはひっくり返すっていう試合がすごく目立つんですけど、ね、先に失点するとなかなかきつい部分もあると思うんですけど、そこでこうね、追いついたり、ひっくり返したりっていうところまでいけてる、その理由みたいなのって、実際やってる選手としてはどんな感じなんですか、そこは。まずはでも、もちろん先制点取った方がゲームは、こううまく進められるっていうのはもちろんあると思います。ただこう、まあ、ビハインドになってから、こう相手少し引くっていうところも、うちの攻撃が生きる要因にもなると思いますし、うん、まあ今年開幕から点数自体は取れてるんですよね、ほとんどの試合で、うん。その自信っていうのもあると思います。でもこう押し、まあ、自然と相手が引いたら自然と押し込める展開にもちょっとなりつつ、でそこからサイドからのクロスとか、その仕掛けていってセットプレー取るとか、そういうことになったら、まあ、そういうふうな優位性っていうか、逆にね相手が引いてくれたらそういう形には自然となっていくんだね、きっと。そうですね、うん、まあ、外国籍選手もいますし、うん、まあ、そういう押し込めるような時間帯を多くすれば、あのうちにチャンスは絶対あると思うので、うん、攻めも守りも両方なんですけど、こうプライオリティというかこの場面ではこうしようっていうこのなんか段取りというか、そういうのがみんなでこうしっかり共有されていて、でその中でそのマイク君はその攻撃の時に切り替わった時にそのまず裏とかあるいは早めにとにかくゴールに直結するようなパスを多分狙うっていう選択肢はまずありながらも、こうここはちょっと厳しいなっていう時に一回こうため作ったりとかする時間がすごくあるじゃないですか、はい、そういうプレーがだから前選手本当上手だなっていうか、あれがないと全部一辺倒になっちゃってボールロストも増えたりとかするよなっていうか、そういうなんか状況判断みたいなっていうのはすごく上手だなと思ってるんですけど、そこら辺ご自身ではどういうふうに意識をしながらプレーしてるんですか、そこは。そうですね、やっぱりファーストチョイスは前なんですけど、うん、まあどうゲームを落ち着かせて自分たちがこう一休憩しながら攻撃に厚み持たすことできるかなっていうのは、人と空間とっていうのを見ながら選択してますね、うんうん。しかしよくあのボールがこう切り替わった時とか、ね、ボランチのイメージだとこうサイドのサイドバックのカバーとか、え、なんでここにカバーしてたのみたいなところに、前選手がいたりとかするケースがすごく多くて、だから相当先読みしながらポジションをこう動かしながら、ここ危ないっていうところを、よく聞き察知能力とかね、簡単にこうざっくりみんな言っちゃうんですけど、そういう、なんだろう、コツみたいのってあるんですか？意識してるのは、自分の周りに何人人が、相手がいて、うん、ボールホルダーが何選択するか、うん、こう予測することですね。そういうのだから駆け引きみたいなのも、いや、もう楽しくてしょうがない感じですか？そうですね、うん、まあ、3つ選択肢が相手にありそうだなっていう時に、うんうん、僕の中でパーセンテージをつけるというか、ここに出すのが6割ぐらいで来るんじゃないかっていうところと、来なさそうなとこを1割っていう感じで把握して、その6割の方に来た時には強くいくっていうような感じですね。すごい、それ瞬時にやるんだからね。それね、ほんとね、そう瞬時に3つ選択肢ね、考えて
優先順位つけてね、うん、すごいですよね。でやっぱり自分で取れなかったりとか、自分がそういう、うん、まあ、全てが多分網羅できるわけではないので、味方とか、まあ、そういう選手に伝えたりするっていうことも当然そうだと思うし、はい、すごいね、こう頭の中のこういろんなこうイメージの膨らませ方とか、うん、まあ、攻守において、うん、前選手はボランチのポジションってずっと長いんですか？長いです。うーん、中学ぐらいからずっとですね。え、自分でそこになりたかったの？なりたかったですね。うーん、小学時代サイドハーフとかやってたんですけど、うん、まあ、中学上がって身体的な特徴っていうのがこうあまり秀でるものがあまりなかったので、うん、ボランチで頭で考えることをやっていきたいなっていうふうに思う。なんかその参考にしたとか、この選手好きなんだなみたいな選手とかいましたか？セルヒオ・ブスケツ選手は大好きでしたね。ああ、ブスケツ、ね、なるほどね。そうですよね。うん、あとは一個上で深井和樹っていう、ああ、はい、深井選手ね。和樹がいて、はい、その和樹のそのプレーっていうのもすごく見てましたね。あとお兄ちゃんじゃん。兄貴はあんま参考にならなかった。兄貴はそんなに参考にしてなかった。お兄さんも見てるんじゃないですかこれ。2017年、前に J1 でやってた時と比べるとすごいなんか落ち着いてるというか、こう、うん、あの当時はもっとがむしゃらにやってる印象だったけど、こう今はなんかすごい余裕もあるのかなと思うんだけど、その辺の自分の成長ってどう感じてますか？そうですね、やっぱりあの、うん、4年前と比べるとやっぱり自分の中の気持ち的な余裕とは結構差があると思います。うんうんうん、それやっぱ J2 でこうずっと試合に出て主力としてやってっていうところで、こう自分の中でなんだろう、芯ができたというか、そんな感じなのか。そうだと思います、うんうん、はい、やっぱ試合に出続けてね、経験値が上がっていって、だってまだ25でしょ、今年の8月で26でしょ、うん、はい、26になる。っていうふうに思うよね。プレーがね、プレーが落ち着きがありますからね、はい、いや本当そうだよね。で、あのちょっとそこでやっぱ2019年の2年前の水戸でこうコンサドーレ離れて完全移籍っていう形になったと思うんですけど、この年に、まあ、結婚もされて、こうなんか覚悟が決まったというか、はい、それはすごいこう転機になったんじゃないかなと外野から勝手に思ってたんですけど、自分切り込んでくれないですね。自分ではどうかなと思うんですけど、どうですか？なるほど。あの水戸の完全移籍はもう僕にとってはものすごく大きな転機になりましたね。うんうん、試合出場っていうところもそうですし、うん、あのプライベートでも。落ち着いたというか、うんうん、水戸っていう場所もそうですし、うん、その私生活のとこでも大きく変わった年だったと思う。それはもう家族の皆さんもこう後押しして、行っていいよ私いるからみたいな感じだったの？水戸移籍した時はまだ付き合ってなかった。なんでこんな話してるんですかね。あ、そうなんだ。いや、なんかこういろいろね、はい、決断をする時だからさ、はい、そういう感じなのかなと思う、はい、あ、じゃあ逆に水戸に行ってからそういう形になったわけ。あ、そうです。じゃあそれは本当人生の大きな転機ですよね。そうですね、急に熱くなりましたね。やっぱ僕の見立ては正しかった。いや、すごいすごいな。そのインスタグラムとか見るとさ、奥さんがすごい料理作ってるじゃない。で、あれはなんかやっぱフィジカルパフォーマンスとしてもそうですよ。やっぱ日々の食事ってメンタルにもめちゃくちゃ大事な影響を与えるから、うん、やっぱそこはすごいやっぱ前選手にとって変わってった要因なのかなと思ったの。いや、もう本当にそうだと思います、うんうん、キャラ的には本当はその落ち着いてるキャラじゃなかったってこと？若手って基本そこ結構いじられてたりもするじゃないですか。あ、そのいじりには答えてたんですけど、まあ、少しずつ年齢上がってって、うん、まあ、結婚をしてくると、うん、こう引導を渡していくというか。あ、なるほどね。なるほど。でこのキャラに、はい、なりました。なるほど。いろんな転機がやっぱあるんだよな、本当に。
そこで J2 でそうやって積み上げてきたものを今年 J1 でね、もちろんチームとしての挑戦なんだけど、子としてもこう一個大きなチャレンジの年になってるのかなと思うんだけど、その成果って僕らがいや、やっぱ前 J1 って全然やれるじゃんって感じなんだけど、自分的にはそう、どう感じてるのかな。チーム目標ありながら個人目標は全試合出場と、まあ、どれだけこうやれるかっていうところを示すことを個人目標で掲げたので、まあ、僕自身の感想としては J1 でもやっていけるっていうような手応えは感じてますね。まだまだこう足りないところはでも本当に多くあるので、うん、まあこうそれも経験積みながら少しずつ伸ばしていくところをしていきたいですね。これちょっとね一つ聞きたいんですけど、一つじゃないじゃない？いやいっぱいあるんですけど、ね、まあ言葉のあやで、ね、いっぱいあるんですけど、はい、今度フロンターレと戦うときにどうやったら勝てるだろうっていうイメージとかありますか？まあ第一戦やってみて思ったのは、うん、やっぱりあまり多くスペース与えすぎるのはやっぱり危険、どうコンパクトに守るかっていうところは一番大事なのかなっていうふうに思いました。やっぱりかなりそのなんだ驚きみたいなのもありましたか、戦ってみて。そうですね、一人一人このレベルもそうなんですけど、組織力の強さを一番感じたチームでしたね。ただチームとしてもこういう部分やれるなっていうふうな手応えもあったんじゃないかと思うんですけど、あの試合やっぱうちのサイド攻撃っていうのは、どのチームにとっても嫌なものなんじゃないかなっていうのは感じますね。まあ、中のねターゲットもやっぱり強さを持ってる選手はそういうパワーを持って入れる選手いるしね、はい、まあ、でも福岡ここまで本当に、ね、いろんなこう周期説もあったりしててこう、ね、はい、最初にマイクが言ってたようにこう下馬評がっていう話もあったけど、ここまで来て、まあ、ちょっと中断期間も今入りますけど、まあ、夏場を迎えて、まあ、ここから先どんな風に効果がなっていったらいいなっていうか、ならなきゃいけないなと思ってますか？もちろんこうスカーティング入りながら、研究もされてくると思うんですけど、うん、まあ、それでも変えずに今のサッカーやっていくことが必要だと思いますし、まあ、本当連敗してその下位4チームに入っていくっていう可能性もあるので、まあ、どれだけこう勝ちにこだわって一つ一つみんなが、やれるかっていうところが一番大事だと思ってるので、まあ、夏場迎えてきつい季節になりますけど、ぶれずにやっていきたいと思います。体力的には自信がある方ですか、やっぱりそこは？そうですね、ありますね、北海道育ちってこう暑さに弱いんじゃないかっていう勝手な感じもあるけど、あるけど、そこはどう、なんか自分的には。いや、北海道いたときはやっぱり本州九州出てくるのはきつかったですね。ああそっか、そうだ、はい、もうでも今はもう、体が慣れちゃう、だいぶ、はい、慣れました。やっぱもうこう福岡来て2年になるけど、こうなんかもう俺博多の男になってるなみたいな。そんなすぐこれ否定はできないですよね。もうラーメン選ぶときも味噌ラーメンじゃなくて豚骨選んじゃうとかあるのかな。確かに肩でっていうのはもう慣れてきましたね。5月本当に素晴らしい成績で、まあ、6月ちょっとね、試合数も少なくはなりますが、ぜひまた連勝していただいて、たくさんの人をワクワクさせてください。はい、はい、頑張ります。はい、すいません、なんかいろいろ余計なこと聞いて。多分これカットされませんのでな。もしかすると最後にこう奥さんへの感謝とか言っとくと、あ、なるほど、円満のためにね。すごい誘導だな。はい、いいよね、いいよね、はい、これで日頃からサッカーに集中できるような環境を作ってくれて助かってます。これからもよろしくお願いします。あ、はい、素晴らしいです、はい、ありがとうございます。愛妻家バイ選手、ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。